どうぞ。前回は筑後から一軍に羽ばたき始めた同期で同学年コンビを森福さんが来シーズンのさらなる飛躍に期待を込めておもてなし。今回はその続きです。さあやってきたのはホットドッグスタイルが人気のハンバーガーショップ。まずは今シーズンを振り返ってもらいました。おいしそう。まあ、でもバッティングは通用する部分も自分の中で手応えもあったり、やっぱりでも研究されてインコースとかその苦手なボールとかを投げられるとしんどい部分もあったんで、まあ、来年はその苦手な部分を潰して得意な部分をもっと伸ばしていけたら打てるのかなと思います。味があるバッティングっていう自分はすごい印象があって、ホークスにいないタイプっていうのが自分はすごく感じたから、なんかすごくいいなと思って見てたんで、今年初めて一軍の試合に出てホームランも打ってましたし、一軍の舞台を経験できたっていうところが一番良かったかなと思います。まあ、反省するところで言えば、まあ、守備ではもう全てにおいて勉強になったんで、取ること投げることを全てにおいて反省しないといけないなと思いました。だから僕はピッチャー目線で言うと、やっぱりキャッチャーとコミュニケーションを取ってた方がリードしてて多分やりやすくなるから、だからそういうのをもっともっと自分の殻を破ってピッチャーにもコミュニケーションを取ってほしいなと思います。わかりました。はい。そして同期入団で同学年の2人、お互いの活躍をどう感じていたのか聞いてみました。同級生なんで、まあ、負けたくないっていう気持ちもありましたし、すごいなっていうか、まあ、そういったところもありました。リクの鮮烈なデビュー、ホームランを見てどういう風に感じました？今年も開幕は1軍だったんですけど、すぐ落とされて、まあ、リクがその僕が落とされて上がって打ったんで、まあ、やっぱり同級生で意識する部分結構あるんで、やっぱりリクに負けてられないなっていうのは今年の僕のモチベーションの一つ、大きな一つにあったかなと思います。本当だよ。ほんまや。なんか仲良しエピソードとかありますか？いや、もう全然仲良くなくて。仲良くないっていう割に、宮崎のオフの前とか、大事は明日鳥食べに行こうぜとか言って誘ってくるんで、可愛いです。可愛い。いや、なんともういういしい同期の関係ですね。そして話題は野村選手の新婚生活へ。ご飯も毎日作ってくれてすごく美味しいですし、まあ、来年もっとやらないといけないなっていう思いが先にかる、はい、今年よりより一層強まるかなと思います。まあ、僕が打てない時も笑わせたりしてくれるんで、野球以外の面でもすごく助けられてるんで、ありがたいなと思います。家行ったりとかするんですけど。仲いいじゃん。ご飯食べに行きます。仲いいじゃん。めちゃくちゃ仲いいじゃん。やっぱなんかいいなと思いますね。確かに。奥さんからはじゃあなんて呼ばれてますか？まあでも大樹って呼ばれることが基本多いんですけど、最近なんかうーって呼ばれます。野村大樹のうーそっち伸ばして伸ばして呼ばれるっす。そして気になる独身渡辺選手の女性のタイプは？髪の毛は長い人がいいですね。ああ、ロングヘア。ロングヘアでちょっとスラッとしてて運動ができそうな体の、まあ、明るくて一緒に楽しい、一緒にいて楽しいような性格の女性がタイプですね。憧れのデートシチュエーションとか？いや、まずなんかおしゃれな店で夜ご飯食べて、もういきなり夜ドライブ行ってんすね。夜景とか行って。油山綺麗です。あ、行ったことある？行ったことあります。奥さんと、はい、一回行きました。さ、注文していたハンバーガーも完成。ここからはリク&大樹初めてのグルメリポートです。すごくボリューミーでめっちゃいい匂いします。美味しそうです。小学生以来なんでこのパン食べるの。美味しそう。お腹減ったっす。美味しそう。確かに美味しそう。
ただきます。トネいただきます。どう食うのせこ、うん、うん、うん、おいしい。ニンニク効いてますね。おいしいです。めちゃくちゃうまい。カリカリ、うん、このパンで、ね、カリカリです。普通のハンバーガーよりカリカリしてる。でめちゃくちゃおいしいです。ジューシー、おいしいしか言わないね。おいしいしか言わないです。めちゃくちゃおいしいです。ありがとうございます。2人とも初めてのとは思えないほど上手なグルメリポートでしたね。それにしても若さあふれる食べっぷり、本当に美味しそうに食べてくれますよね。最高です。最低60試合出場っていうところをテーマとして、まあ1本でも多く打点を稼いで1点でも少なく守って優勝するっていうのが来年の目標です。今年はスタメンというよりは代打での出場が多かったので、来年こそはファースト、サードどちらかでレギュラーを取って、今年2位だったんで、優勝できるようにチャンスで1点でも多く入れられるように得点圏打率をもっと上げていきたいなと思います。2人ねすごい仲いいんで、なんかまあ切磋琢磨してね、だから2人のこう成績を刺激し合ってやっていってほしいなと思いますし、まあ、1軍で、ね、こうデビューを果たしたんで、これからもどんどん上の目標に向かって、頑張っていってほしいなと思いますので、まあ、怪我だけは気をつけてね、このオフシーズン大事だと思いますので頑張ってください。ありがとうございます。